ドラえもんドラえもんの派生作品、ドラえもん、ドラえもんは、藤子、F、藤尾の同名の漫画を原作とした、テレビアニメ。2005年から、テレビ朝日系列にて放送されている。テレビ朝日、新鋭動画、アディケ・エモーションズ制作。2005年から放送を開始した本シリーズは、テレビと映画が25周年を迎えたことを機に、1979年から、 放送されていた全シリーズを大幅にリニューアルする形で制作されたものである。それに伴い、ハイビジョン化、キャストの総入れ替え、キャラクターデザインや設定の変更などを行った上で、サブタイトル場面、次回予告、本編 BGM などの音楽や効果音が大幅にリニューアルされた。それと同時に、 第2作、第1期ですでにアニメ化されたエピソードの再アニメ化も開始されたため、本作はリメイク作品としての色合いも強い。加えて、本放送時原作収録本が絶版になっていた作品や本作で初めてアニメ化された作品も放送されるようになった。稀に原作の連続していない作品に話を1話に統合して放送する作品や、 逆に一つの話を前編後編に分けて放送する作品もある。2017年には大幅リニューアルが行われ画質やキャラクターデザイン背景タイトル画面などが変わった。また市上デジタルテレビジョン放送への対応のためハイビジョン制作へ移行した。ただし移行時点でデジタルハイビジョン放送をしていたのはテレビ朝日 ABC テレビテレのみで それ以外のツボネはデジタル放送開始と同時に対応するようになった。本作におけるキャラクターや舞台の設定は基本的に原作に忠実である一方、原作においてギャグで済まされていた箇所については現代科学や物語背景に基づいた解釈が施されている。また、作中の何気ない描写が物語の重要な鍵を握る伏線として用いられる。 こともある。メインキャラクターである、のびのびたらは、現代の小学生の等身大キャラクターとして、描いており、主人公であるドラえもんは、子守ロボットとしては成長途中で、のびたの目線に近いキャラクターとして設定している。また、アニメオリジナルエピソードなどにおいて、ドラえもんがメインとなる話が増えていたり、原作では、のびた単独で進行する話もドラえもんがのびたと、 共に行動したり、ドラえもんがメインとして描かれる話が増えている。のびたたちは、月県大小学校5年3組の設定。ドラえもんや、のびたらは、東京都練馬区が付けんという下町に住んでいるという設定であり、原作及び前シリーズでは、町の中に、ドブ川と呼ばれるほど汚れた川が流れていたのに対し、本作では、緑あふれる散歩道の中に、 自然のままの小川も流れている。また、町のシンボルでもある、裏山は、前シリーズでは、町のど真ん中に位置し、周りを、交通量の多い車道に囲まれていたが、本作では周囲をのどかな田園地帯が囲んでいる。基本的に、第二作、第一期と同様に現代と変わらない世界として、描かれている。2006年9月1日放送分ではドラミが、 作中の現代を指して、21世紀は、と発言しており、現代と変わらない世界であることを示唆する事物が、その後も、たびたび作中に登場している。また、のびたの部屋に貼られているカレンダーも現代のものと、全く同じである。ただし、スタンドバイミードラえモンに出のドラえもんの解説中に1970年と、描写されているシーンがある。 2007年5月11日放送分より使用されるオープニングアニメーションに登場するのびたたちの服装が今の時代に合わせて変化する。それに伴って新しい服装がアニメ本編でも取り入れられていき、スネオが前シリーズ以来再び携帯電話を使うなど現代の生活に反映した作品作りが今後も展開されるという。 静かや卵など、主要な女性キャラクターは、原作通り昔ながらの女性語を用いるが、特に新生友人へ変更以降は、ゲストキャラの幼稚園児の女の子や、のびた、静かたちが小学校にいるシーンなどで周りから、聞こえてくる、女子児童の言葉が一部、だよ、だねというようにユニセックスな言葉遣いとなっている。また、原作で、過去の芸能人が登場する場面には、 代わりに1980年代以降に生まれた芸能人を起用している。2017年以降は今流行っている芸能人を原作のようにパロディ要素を入れ登場させることもあった。2007年8月17日放送のママのダイヤを盗み出せでは、のび太の母親である卵の少女時代に松田聖子のサイン会が開かれており、卵は 昭和50年代に少女時代を送ったことになっている。一方、雑誌、もっと、ドラえもん第1号に掲載されている、美術監督のインタビューでは、はっきりとはさせていないが、一昔前くらいと書かれている。また、2005年8月5日放送では、のびすけが幼い頃戦時疎開するエピソードである、白百合のような女の子が、 ほぼ原作そのままにアニメ化されている。本作のキャラクターデザインは原作第30巻前後に近いデザインになった。変更されている。ドラえもん、のび太静か、ジャイアン、スネオの黒目が大きくなって、ハイライトが入るイコール従来のから丸へ。静かの目を閉じる絵が、まつげと一緒に下がるものに変更され、通常時のジャイアンの白目の表現がなくなった。 静香の母の顔のデザインは原作とは違い従来のアニメのまま。キャラクターの服装のデザインは各話ごとに変わっているが、のびた、ジャイアン、スネオは第二作、第一期の普段着と同じデザインであることが多い。のび家の外観、間取りなども原作に準拠した設定に変更された。ただし、のびたの部屋は畳の上にカーペットが敷かれている。 タイトルロゴのどの字の濁点部分にあたる目も本作から笑った目に変更されている。2017年7月28日放送のあの名作が帰ってくる。ドラえもん夏の1時間スペシャルより本作でキャラクターデザインが再度リニューアルが行われることが発表され、背景も水彩帳からポスターカラー帳に移行することも報じられた。 キャラクターデザイン面では、ジャイアンやのび太のパパの目が、第2作、第1期のように通常時でも白目が描かれるようになったほか、静かの普段着が本格的に襟付き服となり、ピンクの襟付き服着用時のスカートの色が、青と緑から赤に変更された。このリニューアル後からは、創作画監督は、不在となり、各回のキャラ設定が、エンディングでクレジットされるようになる。 映画では作品によって美術設定に追加変更などが行われている。特に顕著なのが伸び家であり、外観ではアルミサッシが十字のものから二枚ガラスのものに変更されたり、雨戸を収納する戸袋のデザインが変えられたりしている。内装では襖の柄や今のレイアウトが変更されており、例えばドラえもんのび太と緑の巨人殿における伸び毛の今の床には、 絨毯が敷かれ、茶舞台や足つきのテレビが置かれている。一番多く描かれることが多いのびたの部屋においては、押し入れ側の壁上部には天袋が、左に、ふすま張りの引き戸式収納スペースが追加されたり、ドア側の壁には、カラーボックスが置かれるようになった。また、ドラえもんのびたの恐竜2006では、恐竜がゼンマイ仕掛けで卵を割って歩く玩ングと、 メガドライブに告似したゲーム機が置かれているほか、以降の作品でも、ライオン仮面や伊藤翼、星のすみれとミーアのポスターが壁に貼られるなど、ドラえもんゆかりの小道具が登場することがある。また、映画シリーズで使用された BGM が後に、テレビアニメ版でも使用されることがある。タイトルロゴもテレビアニメ版と映画では、若干の違いがある。 映画公開前後には1時間特番があり、映画の見どころや長編ストーリーを公開する。なお、前夜祭りも従来と同様に放送される。本作の制作が発表された際、キャストが第2作、第1期から一新されることが明らかになった。キャスト一新のきっかけは、ドラえもんの声を担当していた、大山信代が2001年頃から、 自身の病気を理由に降板を申し出ていたことである。他、静か役の野村美智子は、サザエさんからも同時に降板しており、夫の内海健治が当時経営していた、県プロダクションのマネージメント業に専念するための、降板とされる。また、他のキャストも大半が60代半ばを超えていたことから、制作スタッフは、キャストの総入れ替えを決め、原作の雰囲気に、 最も合う声をコンセプトに掲げたオーディションを実施。応募人数は合計で590人に上った。2015年6月19日放送分の冒頭では、第2作、第1期で、ジャイアンの声を担当した、立壁和也が前日に死去したことを受け、追悼コメントがテロップとして表示された。その後、出来過ぎ役の白川隅子と骨川すねお役の肝付き、 金田が死去した際もそれぞれ後日に番組内で縦壁と同様の追悼テロップが表示された。のキャラクターは CS 放送では出番の有無にかかわらずクレジットされる。本作放送開始から15年以上経過しており多くのスタッフが入れ替わっている。放送開始年2005年から2020年現在まで現存するスタッフはメインキャラ設定の丸山孝一。 美術監督の清水敏之、撮影監督の熊谷正宏、音響監督の田中明音楽の沢田寛、ライターの桜井愛美、絵コンテ、演出の善、総一郎、寺本幸雄、三宅綱太郎、腰重雄、作画監督の島津郁夫、田中薫、久保江誠である。脚本、絵コンテ。 演出、作画監督は2019年10月のリニューアル以降も担当している人物は太字で表す。本作は諸事情により初回放送からオープニングテーマにすべてのスタッフクレジットを集約していた。2017年7月28日の放送分から以来約12年ぶりにテロップが集約されなくなった。ドラえもんの歌、ハグしちゃお、夢を叶えてドラえもん。 ひまわりの約束、夢を叶えてドラえもん、ドラえもんの歌フォーティース、ドラえもん2009年10月16日放送分から2010年3月26日放送分まで、使用。それぞれの映画作品の予告編映像を用いている。ドラえもんのび太の恐竜、ドラえもんのび太の宇宙開拓史から、ドラえもんのび太の海底湧き、ドラえもんのび太の魔界大冒険から、ドラえもんのび太と、 鉄人兵団、ドラえもんのび太と竜の騎士から、ドラえもんのび太の日本誕生、ドラえもんのび太とアニマル惑星から、ドラえもんのび太とモの王国、ドラえもんのび太とブリキの迷宮から、ドラえもんのび太の創生日記、ドラえもんのび太と銀河超特急から、ドラえもんのび太のネジ巻きとし冒険記。ドラえもんアニバーサリー25、ドラえもんのび太の南海大冒険から、 ドラえもんのび太の太陽王伝説、ドラえもんのび太と翼の勇者たちから、ドラえもんのび太のワンヤンジ空伝、ドラえもんのび太の恐竜2006から、ドラえもん神のび太の宇宙開拓史、ドラえもんのび太の人魚大会戦本作では、オープニングテーマとエンディングテーマが、両方流れることは少なく、基本的に、エンディングテーマの時間は、ミニコーナーの放送や、映画の宣伝に当てられていた。 そのため、当初エンディングテーマは夏限定で、踊れ、どれドラドラえもん温度を放送するのみであった。2011年10月以降、オープニングテーマの扱いが不安定になり、オープニングテーマである、夢を叶えて、ドラえもんが番組の最後に放送されることも多くなった。エンディングテーマが放送される場合は、オープニングテーマがカットされることが多い。2012年から、 映画公開期にはオープニングテーマをカットし、エンディングテーマとして映画主題歌を放送する傾向にある。2017年7月28日放送分以降、オープニングへのテロップ集約が行われなくなった。そのため、オープニングとエンディングの両方が流れることが多くなっている。2017年7月28日から2018年4月13日。 2019年4月5日、4月19日、9月6日、10月5日以降は、オープニングを省略せず、エンディングも流している。踊れ、どれ、ドラドラえもん音頭、ドラえもん絵描き歌、絵含みあゆえを、夢を叶えてドラえもん、生きてる生きてくテレビバージョンウィズ・マサーキフクラージョ、ジャイアンにボエボエ、フレンド・オブ・ザ・ハート、未来のミュージアム、ハッピー、ラッキー・バースデー。 光のシグナル、夢を叶えて、ドラえもん合唱バージョン、夢を叶えて、ドラえもん、360度、ひまわりの約束、うんたかダンス。空へ、パオパオダンス、僕の心を作ってよ、ありがとう、オーレ。ドラえもん、お隣のプリンセス、のびたくん0点、リング、ドン、クリスマスの魔法、ザギフト、ドラえもんの歌フォーティース、僕ドラえもんフォーティース、バースデー、虹、 ユニバース、街頭、被害島、該当、被害島第2作、第1期では、1981年9月までは、通常時も実施していたが、本作の金曜19時時代では、映画の公開が迫った時映画公開までの期間を、カウントダウンするという放送が実施されるのみであった。土曜17時以降後は、B パート前半開始前、 B パート後半開始時に毎週異なるアニメーションが放送されるようになった。前作と同じく小学館より発売。ニュー TV 版ドラえもんシリーズでそれぞれ5話から9話に抑制している。台湾の中華電子講師や香港の無線電子、シンガポールのメディアコアチャンネル8でそれぞれ吹き替え版が放送されている。ドラえもん。 ガジェットキャットフロムザフューチャーマイナスのタイトルで放送された。各シリーズ全26話で構成され、第2シリーズまで制作された。アメリカではディズニー XD にて2014年7月7日に放送を開始。日本国内でも有料放送などのディズニーチャンネルで放送され、2016年2月1日より、第1シリーズ11月16日より、 第2シリーズが放送。地上波テレビ朝日系列は未放送。制作スタッフは国内版とほぼ同一ながら、舞台はアメリカの架空の街に変更され、ドラえもん以外のキャラクターの名称や秘密道具が英語式の名前に変更された。例えばのび太という音の響きが英語圏では女性的に聞こえてしまうため、のび太の名称はのびに変更された。 タケコプターは飛び越えるように場所を移動することができる、ためハプターという名称に変更された。通常の小道具などもローカライズの対象になり、例えばのび太が受け取る小遣いが、ドル紙幣に、食事をする場面の箸が、フォークに、さらに本作の日本語吹き替え版ではそれらの名称変更に合わせた、登場人物たちのセリフの新規取り下ろしが行われている回もある。また、 健康志向に配慮するという理由で、ドラえもんが大量のドラ焼きを頬張る場面を控えめなものにしたり、のび太のおやつをフルーツにするといった変更も行われた。その一方で、ジャイアンの決め台詞などそのまま残った部分もある。オープニングの一部分及びエンディングは、日本版のオープニング映像、夢を叶えて、ドラえもんより抜粋。アメリカ版キャストカッコ内は、英語版。 ドラえもんでの名称。アメリカ版スタッフ本作の放送から1年前の2004年11月22日、朝日新聞は2005年4月からドラえもんの声優陣が一新されるというニュースを報じた。その他の報道機関は全くの寝耳に水の話でこの記事を見てその日の朝の情報番組で紹介するというありさまであった。ドラえもんの放送局である。 テレビ朝日もドラえもんに携わっているスタッフ以外誰も知らずこの朝日新聞の記事で知ったという社員が多数であったその後朝日新聞以外の読売新聞毎日新聞日本経済新聞が朝日新聞の報道のあった11月22日付の夕刊に産経新聞と主要スポーツ紙が翌日の2004年11月23日付に 掲載された。また、テレビ朝日内での案件にもかかわらず、他の民放各局や NHK も突然の発表で時間を割いて報道するなど、国民的アニメの突然の声優交代というニュースは世間の大きな関心を集めた。本作の放送開始から10年を迎えた2015年、オリコンは第1期は原作にも通じるブラックな面も見受けられ、 映画作品ではドラえもんが拷問の末に壊れるなど、子供が怖がるであろう場面も見受けられた。その一方で、第2日は、このような要素が薄まりユーモアや心温まる、エピソードに、重きが置かれた純粋な娯楽作品になり、映画も肩の力を抜いて楽しめるものとなったと述べ、ニーズの変化に合わせて少しずつ変化したことで親子で、楽しめるものになったと本作の放送が10年続いた。 理由を分析しているところもあるが、視聴者やファンなどの間では賛否が分かれている。ありがとうございます。